はい、お疲れ様です。スマイルファクトリーのアトライブの動画になってますけどね、しょうもない飲み動画をつけていただいておりますけど、今日は生ジョッキ、生ジョッキか、ありがとうございます。お得意様から差し入れていただきました、ありがとうございます。ドゥルルルー、あ、結構冷やすぎたかな。あ、さあ今日も無事終わりましてね。さて本日なんですけど、この業界で仕事しててもう過去一怖かった話で、過去一大変だった話っていうのはまた別個にあるんですけどね、で大変だったっていうのも、この業界で僕この業界に帰ってきて、自分でお店を立ち上げてっていうのが、そこそこ年もいってたんでね、経験なんかも積んでたんで、このお店を自分で始めた以降はそんなに泣きそうなほど怖い思いとか大変な思いってしてないんですよ。やっぱ経験値でね、危険なものは察知してみたいなところはあるんで、あとはね、やばそうな仕事受けないとか、またそれなりに大変な仕事ありましたけどね、原因不明で修理できないとか治らなかったみたいなことあって、お客様に謝ったりみたいなことはもうこれまでのお店立ち上げてからのキャリアでも、1件2件あったような記憶がございますが、やっぱり泣きそうなほど怖い思いしたとかね、大変な思いしたっていうのは、10代後半、高校卒業してからデチ奉公で、この業界のねお師匠さんところお世話になった時の修行中によく起こったものでございます。その時に大変だった話っていうのはもう、あんまりね、お師匠さんも手取り足取りいろいろ教えてくれる人じゃなかったんで、なんだかよくわかんねえ修理をね、治るんだか治んねえんだかっていうのを同じようなことも繰り返しやって、いつまで経っても治んねえとかね、あとはなんかお客様の修理車を引き上げに軽トラで行った時に、事故でね、くちゃくちゃになった 250cc のオートバイを一人で積むとか、あとはもうブレーキも引きずってもう重量も倍ぐらいに重くなったような CB7 半を一人で軽トラで積むとか、その頃はなんかパワーと若さでねなんとか乗り切ってたような大変さっていうのもね、大変は大変だったけど、なんとかパワーと若さで乗り切ったなみたいなとこありますけど、そこはね、やっぱり怖かった話っていうとね、いろいろございまして、で当時デッチ奉公してる時にね、お世話になってるお師匠さんところに、僕がデッチ奉公行った時に、もう地元のもう本当に中学校の直の先輩がね、そこでやっぱり、お仕事をしてらっしゃって、ただ中学校の先輩といってもあんま絡みなかったんですよ。その先輩はちょっと暴走族系のやんちゃな先輩で、僕は普通の一般生徒だったので中学生の時の絡みなかったんですよね。どうも僕が1年生の時に3年生でいた先輩でというね、後々聞くと、そっちの暴走族系ではすごく有名な、地元でもかなりの武闘派で鳴らした先輩らしく、ただ僕がね、デッチ奉公でバイク屋さん行った時は、その先輩はもう更生してらっしゃいましてね、きちんとレースの世界に足を踏み入れて、当時なんかでもね、 MCFAJ という方の団体なんですけど、RGV ガンマプロダクションのレースで、エキスパートクラスでチャンピオンを取るようなねところまで頑張ってやってらっしゃって、でそういったその武闘派のやんちゃな先輩のね、レースする姿に憧れて、僕もそのデッチ奉公の道をね、だから雇ってくださいなんて言ったって給料出るような環境じゃないですけど、もうとにかくその先輩と、一緒に仕事したくて、いろいろお師匠さんから教えてもらいたくてって言って、もうね、お給料なんかもうほどほどのってほとんどもらった記憶がないんですけど、そういったところで一生懸命勤めるわけですよ。そういった時代だったんですけど、うちのその先輩をはじめとしてね、僕の直の先輩じゃないですけど、そこに出入りするこうレースでやってる関係の先輩なんかっていうのは非常にレベルが高くてですね、本当にとあるパーツメーカーなんかとプロ契約結ぶような先輩なんかいて、いろいろ教わったりしたんですけど、あとは有名なチームとね、お仕事上の関係があるお店だったんで、
まあ、僕もそこのデッチ奉公ということで結構レベルの高い方たちなんかに可愛がっていただいたんですけど、でもそうするとその当時そういったお店にはね、やっぱりこう走り屋さんみたいな人たちがたくさん集まってきて、やっぱりあのプロダクションのレースなんか草レースといえども成績が残るとそのお店にお客さんがこう退去して、ね、押し寄せる、もう修理やら、車両の販売やらなんてね、売り上げにも直結するようなレースの成績が直結するようなね、そんな時代でございましてね。で結構その僕のその直の先輩なんかを慕ってお仕事いただけるようなことなんかもありましてね、当時なんかはあの GSX-R の400とか RGV ガンマとかもね、あのメンテナンス修理なんかよく入ってきたもんですよ。で先輩がまあ修理して、納車に行くということでね、なんか懇意にしてらっしゃる、方がいらっしゃって、でそれもやっぱりね、その直の僕の先輩の、まあ、レースなんかを見てて、この世の人に仕事任せたいみたいなことでね、結構まあメンテナンスのやり取りがあったみたいです。まあなんかその時も修理とかね、マシンの調子悪くてトラブルをみたいな、先輩が修理してその懇意にしてる方のところへもう直接仕事終わったんで納車しに行くぞということでね、僕も付き合わされまして、で先輩がまあ、軽トラを運転して僕が助手席に乗って、お届けするね、お手伝いを、まあ、それは仕事終わりだったんですよね、夜、伺いまして、でお仕事終わりのその懇意にしていただいてるお得意様のところへね、車両をお届けに上がったわけです。なんかあの建設現場なんかでね、まあ、建設業の方なんですかね、なんかこう販売みたいなところと、まあ、ちょっと大きいお屋敷があってみたいな、まあ事務所兼ご自宅みたいなところにオートバイを下ろさせていただいて、でまああのうちのその武闘派の先輩が、そのお客様とお話ししてて、まあなんかお茶でも飲んでいきないわみたいなね、ことになったんですよ。だからまあ事務所兼ご自宅みたいなところですかね、あのお邪魔させていただいて、まあ本当まあ夏場の暑い時ですよね、まあ、麦茶でもごちそうになってみたいなことで。先輩もよしじゃあお邪魔していくぞなんつって言うんで、僕もねお邪魔させていただいてなんですけど、まあ、そうするとまたね、その中入っていくと、まあ、そのお得意様も、まあ、ご自宅の中でねラフな格好になってあのお茶出してくれたんですけど、下がスウェットで、上半身がね裸で、まあ、男同士なんでね、男3人なんで、まあ上半身の裸は別にみたいな、ただねその建設現場とかで、体力仕事なんですかね、もうバッキバキですよ、もう打ってもまるかーっつってガンガンみたいな、ね、でそのたくましい体にはね立派なアートがね施されてるわけですよ。どうだったかな、背中にはなんか上り竜だか恋だったか忘れたけど、なんかね、まあ、池上良一先生のサンクチュアリみたいな状態になってまして、なるほどねとどうもあの先輩もねその感じは初めてだったらしくて、ってね、まあ、お茶をいただきながら、まあ、オートバイの話なんかをしてるんですけど、まあ、どんな話だったか全く覚えてませんなんかねちょっと今後も修理の方頼むからねなんつってね言われてたような気はしますけど、まあ、僕は早く帰りたいなというような感じだったんですけど、もうとにかく麦茶の味も覚えてませんよまあね、ほんまで、まあ先輩もあんまりちょっと口数が少ないなみたいな感じはあったんですけど、まあまあ今後ともよろしくお願いしますみたいな形で軽トラの方に乗り込みました。ありがとうございましたつってね。で僕も助手席乗って軽トラを先輩が走らせるわけですけど、まあ嫌に口数が少なかったなという感じの、過去一怖かったなって話ってそういう感じ。
超怖かったな。